はい、音声のみの動画ですが、今、トラプロを見たところですが、アスカの再戦はですね、来週の月曜らしいですね、来週のマンデーナイトローですね、ナイトローらしいです。で、私はそういうふうに英語は聞こえなかったんだけど、多分、まあ確かなのかなと思う。で、トライウォリアーさんが言ってるように、まあ、あの人はナイアジャックス出てくるんじゃないか、不自然なんですよね。で、アスカが勝ってツーベルトになる、じゃあ、ロイヤルランボ何だったんだってことになっちゃうと思うんですね。で、ベッキー・リンチがきっちり2回、勝ってしまう。そうすると、アスカに残されるのはタッグのベルトだけですからね。で、それをやる必要もないということ。だから、X が現れるっていうのは、正しいかなと思います。はい。誰なんでしょうか。はい。さよなら。